両チームとも今回のワールドカップで一番大事な試合と位置づけているようです。中国キューバの試合、大会の始まる前にはですね、ランニングジャンプ103センチ、最高到達点333というふうに伝えられていたんですけれども、メキシコで高地合宿をしましたときにですね、なんとその最高到達点をさらに3センチ上回りまして336センチということは、ランニングジャンプで1メーター6センチ飛んでるということですね。ライアブンのサーブです。さあ試合開始であります。イスケールドが上げて待っているのはルイスです。まずルイスにボールを持ってまいりました。キューバ87点、もう一周しちゃいましたね。そうなんですよ、一周して得点がまだ2対1ですね。ルイスが決めます。ご覧いただきましょう。綺麗ですね。そうですね、2でタイムアウトがつけました。ウタンのサーブです。オルディスがどこを使いますか。センターからのミレーアルイス、大きなトスではなくて、去年にはナショナルチームに、しかしその時には両者クランという五冠を達成してね、素晴らしいセッターがおりましたので、なかなか出番は回ってきませんでしたが、しかし若返りキューバチームの中で一番若いベル、これも相手を崩している。サリアというような選手もいるんですが、2人ともちょっと故障ということですね、はい、このカルベロンがセンタープレーヤーを務めております。そしてこれはルイス、スタンディングジャンプです。そうですね、スタンディングジャンプでもね、ふわーっと上がってきますよね、飛んじゃったんですよ、でももう一回伸びましたもんね。そうですね。あ、そしてそのルイスです。まるでというような感じになってまいります。巨神のサーブです。上がるルイス、避けたんですけどね、スピードがありましたのでね、体に当たってしまったんですね。この後体力を強化してくればいい選手になるでしょうと、中国チームも期待の選手であります。ルイスのバックアタック、粘土関係ないみたいですね。そうですね、バックアタックと言いましても、何か普通の選手が前衛で打っているような、はい、こんなスパイクがコートに突き刺さります。シュー選手が使われております。アンダーでスケルドが上げてルイスです。あの高さからスプレーとハイドラインいっぱいを狙います。オルティスが上げます。そして今度はルイスのフェイント。やっぱりあの強打がありますとね、フェイントを落とされるともう取れませんよ。中国にまずポイントが入りました。もう一度ルイスです。これはブロックがアンテナに当たります。顔はもう何としてでも抑えなきゃいけないと、はい、必死になってますね。なるほどね。さあウタンがこれは返す。イスケールドが上げて、さあこれは打てるか、返すだけです。ウタンが上げて、こちらもステッキ巨神。キューバもレシーブしています。センターからカルベロンです。まだ使っています。この第3セットもそうなんですけれども、はい、その辺もやはりキューバの戦法を見ながら中国ベンチ戦いましてね、よく見てますからね、はい、うまさでいこうということですね。なるほど。さあまたルイスにボールが回ります。高い打点からのスパイク、鋭角的なスパイクです。ちょっとルイスの顔がね、厳しくなってきましたよ。はい、もうはるかブロックしてますよ、ね。まあ、188センチ大きな選手、もちろんそのビークリックなどもありますのでね、はい、そこに注意がいいサーブを狙っているということなんですよ ね。カルベロンが上げて待っているのはレイヤブイス、これはアウト。スケールドが上げて、今度はルイス、これは素晴らしいルイススパイクであります。ルイスターンをしてストレートに打ってます、はいはい、このセンターラインが頑張ってますね。そうですか、さあそのセッターライアブン、あっとこれはブロック。このブロックをしたのが3番のルイスです。ラインいっぱいのところに立ってのサーブ、オルティスが上げてルイスです。いや、反撃のチャンスはありそうですね。そうなんですね。オルティスが上げてレイアルイス、今度はライトのポジションからです。ウタンの、ね、活躍がこのセット鍵かもしれません。あ、なるほど。さあチャンスボールは中国に回るか。アンダーでリ・ゲツメイが上げて巨神が打ちます。ハーフスピード、テリエスが上げる、そしてルイス、相手のブロックが高いですからね、バックに切ってカルデロン、よく拾っています。そして巨神です。アンダーで懸命に上げて待っているルイス、ネットからいいサーブです。あっとダイレクトスパイク、
どこを使うか。ウータンですが、ブロックはルイス。ルイスとウータンの戦いでした。あ、手が横からですね。ボールともキューバが14点目マッチポイントを迎えております。リゲツメよくレシーブしている。そしてルイス、ルイスのスパイクが決まった。最後はキューバのエース、ルイスのスパイクがコートに突き刺さりました。ポイントキューバ15対7。キューバがセットカウント3対1で中国を下しております。小山さん、はい、この戦いが事実上のワールドカップ89の優勝決定戦ではないかと言われた試合だったんですが、はいはい、やっぱり、ね、意外とキューバ通たちは大喜び、大きな声を上げて控え室に戻ってきましたが、この中国戦でも大喜びの表情であります。さあ、はい、キューバのですね、はい、勝因というのはどういうところでしょう。そうですね、ルイスが調子が悪かったにもかかわらず、他のエースがなんとかそのルイスの代わりを務めようと頑張りましたね。特に15番のカルバハル、これ今ね、この勝利を収めたら彼女がね頑張ってくるんですよ。ルイスよりも今日はカルバハルが目立ちました。中国キューバの試合、セットカウント3対1でキューバが勝ちまして、ワールドカップ89優勝を受けて一歩大きく踏み出したというゲームをご覧いただきました。小山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。